これ鱗がねあるんです。これやるとね、これ飛ぶもんだから。もう先ほど私から見たように、これ鱗が小さい鱗がいっぱいありますから。いいですか。こういうので、ね、包丁のこの鱗とか取ってもいいけど、まあ、こういうのはないですね。もうこれは最近私取りましたんで、これまだ少しあるけど、こういうね、細かいの鱗が。あんまりね、容器にやるとね、パラ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 飛ぶもんね。そうですね。すごい、取りましたので、今それしかないね。それで、まず頭を取ります。この胸びれと、この腹びれのね、この下で。これ生き締めにしてあるもんだから、うん、こういうところを切ってね、血を外してあります。目が違いますよね、うん、目が違いますよね。そうそう、目こんなね、皆様でこれ生きてますからね、新しいことは新しいです。でお腹を切ります。すごいですね、油が、はい、大体夏の魚なんだけど、まだ今年は油をやってますね。確かにね、これはオスだね、白子、メスの場合は黄色いね、卵のやつ。それはどんな風にしたら食べれますか。はい、それはどんな風に、これは刺身にするし、うん、それから叩きじゃなくて洗いってやつってますね。三枚洗いしたら氷水でね、そういう目にしたら洗いって、そういうのが美味しいんじゃないですかね。あとは白身ですからね、何にでもなります。すごいですね。いや、一応三枚におろします。サバとかアジと違ってね、ちょっとね、おろしにするとは、ね、難しいっちゃ難しいだよね、うん、皮が硬いのでね、ちょっとサバとかアジよりね、だから包丁がある程度切れる包丁じゃないと、真ん中の針がありますから、中打ちがあります。その上をずっと滑らせてくればね、これで2枚おろしね。まあ、こうして骨をこう取る場合と伏せて取る場合とあるけど、このぐらいの魚で私セットがやりやすいものだから、セットやります。もう一つ大きいとね、もう一つ大きいと壊してね、こうやって取った方がいいけど、これ小さいこのぐらいだとね、セットやったら帰って楽です。中骨に沿って、これで3枚割りしね、うんうん、今2枚3枚、このお腹に骨がありますから、この骨を削げるようにして取ってください。それでこういう骨がね、ここにあるんです。おぶしとめぶしの間にね、
この骨も大体この半分、この辺もだけどね、うん、ここにね、骨が落ちてまいります。こういう毛抜きでね、骨抜きというか、これでこうやって引けば、ね、こういう骨が、うん、なかなかね、これ、これで大変だね、うん、これちょっと大変ですね、うん、中で切れちゃうしね、うんうん、新しいと特にね、うん、崩れない。私らが言ったのみんななくなっちゃう。そこで触ってみればね、うん、大体わかりますからね、うん、この辺まで、この辺まで入ってますね、うん、大体この辺まで終わりです。真ん中まで。うん、もう一つ。大体これでね、もう入ってませんよ。こちらも同じように。こういうふうにね、うん、触ってみればね、大体わかりますから。サバなんかはこういうの抜けるけどね、なかなかこのね、タイもそうだけど、なかなかすっかり入ってますね、大変ですから。もう大丈夫です。で、今日はこれをね、5個ぐらいいける予定ですね。だってこの辺の魚